俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。またですか？一本だけですよ。ほう、これは。しまった、あれはタバコの煙や。おい、すっげえ坂本、俺ら丸いのしか出ねえよ。どうやんだよそれ、直してやろって。せっかく禁煙までしてこっちにシフトしたんだから。なあ、閉じねえで教えろってば。な、ちょっと。第2問、日本には上り坂と下り坂どちらが多いでしょうか？え、それは日本は山が多いから上りじゃ。あ、いや違うか。はい坂本、ガムあげるから。何遍言わせるんだ。しかもお前、猫にガムあげるやつがあるか、ボケ。おいい加減にしろ。あのバカ！因果応報！杯をホースト返せ！乾杯！濃いな。水も飲まないと倒れるぞ。ああ、どうも。うかもしもし、誰ですか？デカ乳女、出しな。デカ乳？いいから変わりなさいよ。ナンバー88だよ。いるんでしょ。 88?1,2,3,4,5。 クーちゃん、誰から電話？誰ですか？僕が誰だっていいんだよ。いるの？いないの？クーはここにいるよ。そうじゃなくて、ナンバー88だよ。草野タン、誰から電話です？誰ですか？だから、僕が誰だっていいんだよ。黙って、他のやつと変わればそれでいいの。分かった？はーい。うわー、ピッタ。制服も似合うよな。気持ち悪いぞお前。うまくいってるのか？大丈夫だ。次は自然に背伸びしながら、ああ、トモヨってこんなに美人だからモテるんだろうなって言え。ああ、トモヨってこんなに美人だからモテるんだろうな。マジ言ってる。惹かれてない？大丈夫だ。次は自然にヒンズースクワットしながら、ああ、なんだか僕無性に彼女募集中っすって言え。ああ、なんだか僕無性に彼女募集中っす。って、むちゃくちゃ不自然だろ。大丈夫だ。次はボーリングの投球フォームで、毎朝僕の朝食を作ってくださいって言え。ともよさん、毎朝僕の朝食を作ってください。ってこのポーズに意味あるのかよ。いや別に。ないだろ、やらせるな。よし、
だいぶ距離を取った。森に連れ込んで、さっ、おっ！バカめ。ちょっと管理の人、中途半端に設定してんじゃないわよ。あのさ、修業式の時に配ったプリント、あれ間違いがあったのよね。急いで連絡も回したんだけど、どうもあんたらグループだけ連絡忘れたみたい。